新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もまたエンドレス頑張っていきますということで、はい、はい、今日はですね、はい、何をするかというと、はい、新年の抱負言ってみたよ。わー、全く一緒やね、去年と音程も何から何まで今日でですね、はい、何をするかというと、はい、2023年の抱負言ってみたよ。うだよいつも通り行こうって話で、はいはい、はい、今日はね、1月1日だと思うんで、うん、年を越してね、1本目の動画になっております。2020年になった瞬間、みんなジャンプしたんじゃないの。しない、しない、冷めてんな。しろよ、ジャンプだから。あるやん、楽しいやつ。今年はこの世にいなかったようでしょ。今地球にいなかったよみたいな。その理論わかんないんだよ、俺。どういうこと。あ、理論気にしたら、理論気にしたらもうダメだわ。あの、うん、だって別に地球上にはいるよ。じゃあいるけど、いるね、宇宙ってことに、その足はついてないよみたいな。ジャンプしたら地球上にいないことなんだ。そう、じゃあジャンプすれば、あ、その瞬間は地球上にいないんだ。じゃあ全てのこと。ということでね、あの、一人ずつね、今年の目標みたいな、はい、ところを言ってもらって、はい、最後にチームの目標を言って締めたいと思います。はい、OK です。わ、新年一発目の最後は、うわ、それ何なんだよ。新年一発目の最後やっちゃう。レッツゴー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 ヤッホーじゃなくていい。せーの、ヤッホー。打ち合わせではヤッホー。僕の今年の目標はですね、はいはいはい、人の気持ちを理解できる人間になりたいということです。なるほど。突っ込んでほしいワードとかを、うん、こここう突っ込んでほしいなってみんなが思ったら、うん、パッと突っ込めるぐらいのそこにすぐ適応できるっていう能力。なるほど。1年後これ突っ込めるようになるから。あの31日これやるわ。知られたか。走ってねえだろ。いいよそれ、いいよ、かっこいいよ。ありがとう。髪、新しい髪をマジでお前最高だよ。ありがとう。本当にありがとう。ありがとう。おい、俺はお前もいいよ、ちょっと開けてんのがいいんだ。ありがとうございます。ちょっと開けんの、ちょっと開けてんのがいいんでしょ。そういうこと。気づいてるから俺。ちょっと開けんのがポイント。うん、かっこいいもん、そっちの方が。気づいてやん。だからこういう細かいところに褒めて。チームを明るく楽しくやっていかせようかなということで。いいじゃん、今年の目標に変えさせていただきます。よっしゃ、キャッチザウィン。2番目の目標発表はコバお願いします。まず去年の目標が YouTuber の友達を作るという。おお、そうだ、大成功したのではないでしょうか。いろいろファンスピードベイちゃんがあったんで、うん、確かに野球も見に行ったもんね。そうそう、まあね、なんでまあ去年の目標成功ということで、今年の目標は何ですかっていう考えた時に、だからベイちゃんファンスピードあるから、1回何しろ2回なんか、コバのおかげで勝ったなみたいな試合をお届けするというのを目標にします。なるほどね。あ、じゃあコバのおかげが欲しい。そうだね。じゃあ褒められたいんだ、お前は。俺は褒められたい、いろんな人は相性よくないから。あ、そう、あ、褒めてやるから。じゃあ褒めてくれ。うん、Aちゃんで言ったら MVP、MIP やがあるから具体的なのあるけど、ファーストやったら一人さんです。そうそうそう。あ、それすごいね。なってますね。なってるわ。まあでも前から背中だけど。それなんで背中だって。顔は数字取れないのかな。あの活躍で。でもまあそんな目標を掲げてるけど、じゃあそのために何するの？そのために何するの？これ毎年言ってますけど、脱ボンでございます。なるほど。じゃあ去年の目標1個失敗してんだ。失
ぱい俺はしてないと思ったしてないと、うん、去年の目標1個はしてないと思ってないよ僕らポンコツライダーズ俺は成功してると思ってるけどまだね俺が本質を見抜いてないやつらがいっぱいいるのでなんかそれはそのプレーの脱根っていうかさこっちをあ日本語の話の日本語の脱根、まあ、あと今テロップ多分あの手書きみたいなやつだ俺だけあれをあの正式に戻したい今年今年中に無理かだから今さ全部手書きの場合あるじゃんそうだから何個か普通のが増えてくるみたいなうわクバいいこと言ってるみたいな時が復活しました頑張っていきたいと思います頑張ろうキャッチザウィン裏方の方行こう、はいうん、裏方を2人の先に聞きましょうなんで最初タティ、はい、お願いしますはいタティに来てもらったんですけども、はい、加入してね半年ぐらい半年まあ今年の目標みたいな初めてだと思うから目標ですね、うん2つありますお2ついいじゃないまず1個は編集を覚えるおこれはね本当に頑張ってほしいまあ夏の時のショーツ2本ショー、編集したんですけども、うんまあ、これから YouTube 旅行に入るとまあ厳しいと思うけど、まあ、そこはみんなに助けてもらってどうにか頑張ろうと思ってますので皆さんお願いしますおー、今年終わる頃にはもうサイクルに入れてるぐらい慣れたらいいよねしいね、さすがにどれだけ早く行けるかじゃないそう、そうだね、そこはまあ自分との勝負でもあり、うん、妥協しないかだと思う、うん、2つ目ちょっと自分だけなんだけど、うん、ちょっと美容にかけようかなと思うおおまあもちろん歯を治すことも大事なんですけど、はいはいはい、僕あんまり髪染めたことなくて、うん、ちょっと染めたりしようかなとああいいよいいよ赤抜けってことねちょっと抜けたいっすね赤を赤が赤を抜きたいな髪染め以外あるの、うん、ピアスおーおーあーピアスね開けたこともなくてまああと髪セットとか、ね、まあまああとタトゥー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 あ今一個思いついたこいつらにスポーツで勝ちたいかーそうだ無理なお話だけなんかスポーツで、うん、タトゥーと言ったらこれみたいなやつが欲しいなるほどねないの確かに確かに、まあ、狙い目はスキーパーサッカーなんかい確かにキーパーはもう前やまあそうやなまあけどハジもいい、ね、いやでもね、ハジうまいよ確かに確かにでもハジはフットサルのキーパーがうまい確かにでもお前限定的すぎやろ限定すぎやろじゃあ、待てないななので、編集と美容とスポーツになんか勝ちたいと思いますいやこれが僕の今年の目標でございます素晴らしいキャッチザウィンはい、はじめ登場はい、明けましておめでとうございますおめでとうございますよろしくお願いしますよろしくお願いします去年言ったのがコントとかショートとかに出てくるかなっつって演技頑張ろうって言ってました今言ってたもん、はいまあ、顔出しを50万人突破したんで、しますということで、はい、はい、するのだから50万人突破したでしょはい、うん、恥に明日顔出すから、一発目は目標いう動画じゃん方法で、ね、本当に一発目それはもう初めの顔出しでいこうってなってるエンジェルスの企画っぽい動画はもう初めの顔出しなんで4日、明日本当にいけんの出ますエンジェルスってそんな顔出すと言ってどう出さねえじゃんそれは499,999人までの俺らねじゃあ信じていいってこと明日出んのいいですよじゃあもう一回信じるわ視聴者の気持ちねもう他にないから視聴者そんな感じなんですもう今こんな感じよ本当だね絶対に明日出しますなるほどなんで見てくださいはいはいで顔出すから顔出すから、演技をさらに、極めてみんなと同じぐらいのレベルで、出れればと思いますいいねで今エンドレス高校ってのやってるしもう真面目マジで本当に演技出てくるから頑張ろう頑張りますまあもう本当下手なんで、まあ、何度も撮り直して本当にうまくなったり初めの強弱見れるってことあ強弱見れるよねあれ初めの強弱見れるやん確かに弱小弱小 NG で弱小 NG はいそしてもう一つ、うん顔を出すということで、個人ファンをつけたいと思いますおわいおわいいことよく言ったね、僕なんて裏方なんで本当出てなかったんですけど今年は出ることで、もう増えるかなと思うんでインスタとかももっと高頻度に投稿していきたいなと思ってますおーいいねインフルエンサーとして、はい、なんかストーリーとかだったらなんか飲むシーンとかこうストーリーでこうやってやったらめちゃくちゃいいよねファンも今日どうですっけどんどん出していった方がいいと思う初めのその顔を認知させるためにも出していっていいと思う、うん、はいそのつもりで頑張りますはいありがとう
キャッチザウィン。秋田の目標言ってもらいましょう。はい、去年はね、個人で動けるところを動くみたいなことを言ってたんですよね、うん、それはもう引き続きです。俺が動いていろんなところに回ったらエンドレスの方も数字が伸びたりとか、いろいろエンドレスの方が広がっていくと思うから、自分で力をつけていろんなところで活躍できるような人には常日頃なっていたいと思ってるので、今年も引き続きそれを頑張りたいと思います。そしてもう一個、スポーツ部門で上位に入りたいです。俺ら人気投票ランキングな。そうです。でその秋田ね、あんまりね無理なこと言わない方がいいよ。ああいい。お、本当に俺マジで納得してないんだよ、それに関しては。ずっと去年何位だった。5位。5位、自分に負けて5位か。そう、全然納得してない。2年連続の5位か。そう、おかしいんだもんマジで。自分的に何位だ。2位。絶対に2位。2位かやの次。そんなことねえけどな。でもサッカー上手いよ普通に、うん、サッカーできるよ。で、ドッジボールは負けてるけど、別に野球も活躍してると思ってます。うん、ああ、そうか。活躍部門で言うと確かに。はい。野球も全然活躍してると思ってます。上がるんじゃん、今年は。確かに。上がるな。さよならも打ったし。確かに。上がる、さよなら打って。だから、初めに負けた。やばいし。って言ってんだよ、2年間よ。なのに5位なんだよ。こいつに負けるわけがねえんだよ、野球も。そんなことねえだろ、あげ。さあすげえ。コバずるいよ、だから。うまく見えるタイプ。あ、うん、別に打ってないし。うまいでも小牧うまいって言われるタイプ。褒められるところですんごい褒められるから、ね、そう。確かに2人ライバル出てくるから。そうなんだよね。また強豪が出てくる。強豪出てくる。でもね、タティスもね、別にね、見抜いてたら別にそうでもないよ。それを見抜けてるかどうかの視聴者が。本当にそう、ちゃんとそうらしいよ。マジポンコツだ。まだね、出てないから。小学生が三振しないって25歳。そうだ、うん、そこで本当にランキングで上位になるためにはもうめっちゃアピールするしかないから。そうだ、そうだね。今年スポーツ部門上位になるということで、今年の目標はそれに決めたいと思います。めっちゃいいやん、はい、素晴らしい。キャッチザウィン。最後、僕、目標って締めくくりやらせていただきたいと思います。はい、まあ、去年の目標がリーダーとしての成長みたいな感じだったと思うんですけど、まあそれはもう秋田選手に引き継ぎやな。まあ俺今リーダー業として、まあ、編集はやらずに裏仕事というか、うん、そっちのメインでやらせてもらってるんだけど、まあできることだいぶ増えてきたと。スポンサー契約結んでもらったりだとか、うん、まあ、案件の受け答えだったりとか、まあイベントのこともそうだし、まあ、だいぶできることが増えてきたと思うけど、まあまだまだこれからやることはいっぱいあると思う。まあ、あとは最近出席率とかも俺はベイちゃんの方によく顔出したりしてるから、そういう俺も交流関係は俺がでやっていかなきゃいけないのかなっていう、編集してないの、うん、表に出てくるのは俺の仕事なのかなっていうのは思ってますね。は引き継ぎで。今のトークに入る隙間一個もなかったわ。確かに。ずっとボケようとしたのに何にもできない。すんごい上手に喋り続けるから何もできなかった。ウイスがいいし。俺もね、こんなに構わずに喋れると思わなくて、急に俺は雑魚キャラになって。はい、あとね、もっとねやりやすくしてあげたいなっていう。まだね回りきれてなくて俺も、うん、だから俺がもっと早く企画を決めてあげたりするとやりやすいじゃん。あの、まあもっとなんかこう、僕らポンコツライダーズ、シンプルにさせてあげたら楽なのかなって。あと一個、これはもう日本一のスポーツ系 YouTuber 目指してるじゃん、うん、だから最強になろうと思って。おお、なんかマジで最強をやろう。最強をやろう。どこ行っても最強。おー、だから俺がもう全てをできる、もうスポーツ系 YouTuber のリーダー最強やわになろうかなっていう。おー、だからいろんなことを極めて、俺リフティングできるようになってるじゃん、うん、前より。そういう成長見られてるから、うん、ゆくゆくは見なずにね、行くよ俺。そこまで行くよ。マジでその辺も未経験あるんだ。蹴り方も始めたから教えてもらってめっちゃ上手くなってる。蹴るんだっていうぐらい、あの何でもできるような人になりたいなってところであります。はい、あと俺ちっちゃいんだけど、個人個人ともっと飲み行きたいんだけど、例えばパジとサシ初めて差し行くとか、でこうもっと個人個人のやり取りを増やせたらなと思うんで、そこのがなんか多分話せることもあるだろうな。ユウトとかとコバとは結構行くんだけど、こっち3人とよく行けてないから、その時間見つけて行ければなって思います。はい、いいです。バモスバモス。はい、ってことで全員分の個人目標言い終わりました。なんでチームの目標を言って今回の動画締めさせていただきたいと思います。はい、我々エンゼルスチーム目標は年内100万人目指します。単純に、まあ、3年半、4年近くやってきて、50万人。それを1年で、同じことをするってことだから。相当きついと思う。でも、50万人まで来たら、次の目標は100万人やる。そうだね。そこでなんか中途半端に70万人目指しますとか、
80万人目指します。じゃあ全然ダメ、絶対100万人いこう。やばいと思う。それこそ日本一なんちゃうね。なるで。よし、全ての目標言い終わったんでね、今年1年もこの6人で100万人目指して日本一のスポーツ系 YouTuber 目指して頑張っていきたいと思います。さあ、今年1年もよろしくお願いします。お願いします。それでは明日の初めの顔出しでお会いしましょう。じゃあねー。明けおめということで動画見てくれてありがとうございました。明日はもうなんとついに初め顔出し、絶対に見た方がいいです。イケメンなんで。